はい皆さん、今日からこのクラスに転校生が2人来ます。みんな仲良くするようにね。ああ、いよいよだねお兄ちゃん。お父さんの転勤で急に転校することになっちゃったけど、新しい学校も楽しみだね。自己紹介何言おうかな。それでは2人とも入ってきてください。はいお兄ちゃん、一発かましてやろうぜ。自己紹介でどうもよいしょ。こんにちは。どうも。さあ、自己紹介をお願いします。じゃあ俺から。どうも、はじめまして、けなすゆっています。もみあげはバナナじゃありません。よろしくお願いします。先生早くけな太郎も。ちょどこ乗ってるん。世界一の小学生、誰よりも最強の男、けな太郎とは俺のことだ。高速サイドステップ。先生困ってる。めっちゃ先生困ってるから、すごいシーンとしてる。本当だね。何も反応ないんだけど。なんであいつ青いの？兄弟で全然違うじゃん。お前たち兄弟とか絶対嘘だろ。は？嘘じゃないよ。俺とお兄ちゃんは正真正銘の兄弟なんだからね。そうだよ。てかそもそも人間？けなすゆって人もだんだんバナナに見えてきたしな。バナナに見えてきた。先生、ここは人間の通う学校ですよ。こんなバナナ人間と水色の動物みたいなやつを水色の動物転校させないでください。ほらやめなさい。みんな2人ともちゃんとした人間です。今日からクラスメイトになるんだから、みんなで仲良くするようにね。さあ、授業を始めますよ。けなすゆくん、けな太郎くん、2人は一番後ろの席です。わかりました。お前後で覚えてる。早く後ろだって。ああ、お兄ちゃん、新しい学校で楽しみだったのになんか嫌な感じ。先生も叱ってくれたことだし大丈夫でしょう。ならいいけどさ、大丈夫かな。ということで、今日から新しい学校に転校してきました。今日からこの学校生活頑張っていくので、けなすゆ、けな太郎頑張れって人はね、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。俺たちと一緒の学校に通いたいって人はコメントしてね。お願い。けなすゆチャンネル。はい、それでは4時間目の授業はこれで終わりです。皆さん、給食の準備を始めてください。けな太郎、給食だってさ。お腹すいたー。給食何かな。ハンバーグ、カレーとか豪華だな。なんかこの学校は給食が豪華って聞いたんだよ、お母さん。そうなの。いやー、なんだろうねー。楽しみだなー。準備しよう。あれなんかもう給食できてるんだけど。なんか準備もうされてる。ちょっとなんで俺たちだけ仲間外れにするんだよ。おい、だってお前らと一緒に食べたら体が青くなっちまうかもしれないだろ。そんなことないけど。髪の毛からバナナ生えてきたりしても困るしな。消しゴム菌とバナナ菌。ちょっと待って、そんなことなるわけないでしょ。現に俺まず青くないし体。じゃあお兄ちゃんまでなんで俺のこと菌みたいな言い方すんだよ。いやでも俺たちと一緒にいたら体が青くなるとか、髪の毛からバナナ生えてくるとか、そういうのないから。だから仲間に入れてよ。一緒に給食食べようよ。どうする？私はやだな。仲良くなりたくないもん。消しゴム菌が映っちゃう。消しゴム菌。俺も青くはなりたくねえな。消しゴム菌。なんでそんなこと言うんだよ。そうだよ、こういうのっていじめって言うんだぞ。だから何？そうだよ、お前も兄だからってかばってんじゃねえよ。お前も俺と一緒に給食食べたかったら頭のバナナむしり取って普通の人間になれよ、バナナ菌。おい、これはもともとこういう髪型なんだよ。おい、けな太郎、おい。個室に入ってうんこしてるぞ。くっせー。そうだ、うんちきしてるなら水流してやらないとだな。だって俺たち友達だし。よいしょこれでうんち流れたかな。行こうぜ。おーい、ケナトラ一体どこにいるんだ。さっきトイレ見たけどいなかったしな。これなんか声がする。いますか？個室に入ってんのか？お、ケナトラいるか？ケナトラ、おー、トイレにいたのか。え、めっちゃ水浸しになってんだけど、どうしたんだよ。さっきの消しゴムキンって言われたのが嫌でトイレで泣いてたら、あいつらに上から水かけられた。お兄ちゃん、俺もうこんな学校嫌だよ。いや、俺もだよ。いや、でもさ、お父さんの転勤で転校してるから、しばらくはこの学校に通わないといけないんだよ。なんとかならないかな。でも、転校初日でこれだよ。もうどうにもならないよ。いや、さっきのあのバナナ菌とかさ、俺ら消しゴム菌とか言われてたじゃん。あれをうまく使えるんじゃない？どうやって？いや、俺たちが給食配れば菌がどうこう言ってるやつらは給食食べられなくなるんじゃない？おう、その菌を使って仕返しする。どう？こんな菌とか言って仲間外れするバカなことをやってるやつらにはさ、ちょっと分からせてやろうぜ、俺らが。そうだね、お兄ちゃん。俺たちはこんなんでくじけていいようなたまるじゃねえ。やってやろうぜ。立ち直るの早いな。やってやろうぜ、お兄ちゃん。さっきまで泣いてたのに、よし行くぞ。ハイタッチ。イエーイ。うわー、バナナ菌が映ったー。ふざけんなお前。キャラクリチャンネル。はい、それでは今日の授業は終わりです。給食の準備を始めてください、皆さん。よし、給食だけやったろ。まただよ、またハブられてるよ。またハブられてるね。仕返ししないと。まあ、あの作戦でいこう。昨日話したやつで。ああ、はい。持ってきたケナ太郎は。おお、持ってきた。これ。ほい。よし、じゃあ行くぜ。よーし、みんなと仲良くなるために俺たち2人が給食を配ることにしました。イエーイ。はい、今日の給食はね、みんな大好きなカレーとフルーツポンチだから、はい、みんなにうまく行き渡るように配りまーす。はあ、ちょっと出しゃばらないでよ。余計なことすんなし。そうだよ、お前らが触ったら金だ。なんか文句ある。なんか文句あるのか。消しゴム菌が入るから触んなよ。何それ、そんな気ないよね。ないよ、そんなの。どこの病院やどこの研究所に行ってもそんな気ないよ。誰が言ってたんですか。うん、教えてください。何時何分何秒に言ったんですかでも、まあ、俺たちが配って給食食べられないなら俺が全部食べてあげるから安心してね。だって俺が今日給食当番なのだからふざけんなよ、お前。転校してきたばっかのくせに調子乗りやがって。もうやめろよ。消しゴム菌もバナナ菌もあるわけないだろ。だって体が青いじゃんかよ。ほら見てみろよ、みんな。青くなったりしないだろ。なんでケナソユとケナ太郎にひどいことばっかり言うんだよ。俺たちのクラスメートだろ。ありがとう。あ、急にごめんな。ちょっとどうしても見てられなくなってさ。いや、俺たちのことかばってくれてありがとうね。え、君の名前は？俺はこてつくん、よろしく。よかった、なんか新しい学校でやっと友達できたね。ねえ。はい、今日は来月の遠足の班を決めようと思います。じゃあみんな4人1組でグループを組んでくれるかな。遠足は楽しみだけど、俺たち4人1組って組めるかな。確かに。いや、でもこの前友達になったさ、こてつくんもいるし、なんとか組めるんじゃないかな。バーガー、こてつは俺たちと組むんだよ。お前らは家で留守番でもしてな。留守番なんかするわけないだろ。俺たちだって遠足行くし。4人1組組めてないのに何言ってんだ。やめなよ、男子。ケナソユくん、ケナ太郎くん、私たち2人と組まない？え、いいの？え、いいの？だって私たちも2人だけだし。やったー！くもよろしくね。やったー。いやー、こんなに可愛い女の子2人と組めると思わなかったなーあー、やっぱり友達って素晴らしいなーなんだと、おい女子、こいつらと組んだら頭からバナナが生えたり体が青くなったりするんだ。そんなんなるわけないじゃん、バカバカしい。じゃあキャンセル君、キャンタロ君、バカな男子はほっといて、変則の話進めよう。うん、そうしようぜ。キャンセルチャンネル。おお、びっくりした。キャナス、キャナ太郎、おはよう。おお、こてつくん、おはよう。おはよう。遠足、同じ班で組めなくてごめんな。俺、前からあいつと約束してたんだよね。いや、全然大丈夫だよ。無事に女の子たちと班組めたし、問題なしだよ。女子は、二人のことに対して変なこと言うやつ、ほとんどいなくなったみたいだけど、まだ男子がな。どうにかして、二人へのいじめがなくなればいいんだけど。そうだね。今はもう無視して放っておいているけど、言われても嬉しいものじゃないしな。そうだよな。よし、じゃあ二人のいじめ撲滅のために作戦会議しようぜ。作戦会議？このまま言われっぱなしっていうのも嫌だろ。男子にバレないように。そうだな、体育館倉庫とかどうだ。また確かに人は来なさそうだけど。よし、決まりだな。じゃあ放課後体育館倉庫に集合な。あ、分かった。もうはーい。よーし、体育館来たけど。こてつくん来たよー。あ、ここだ、ここじゃない？体育館倉庫。うん、とりあえずここで待つか。うん。ん？え？どうしまっちゃった？ちょ、え？なんで？てか待って、このドアってあれじゃない？外からしか開けられなかったんじゃない？まずいよ、お兄ちゃん。助け呼ばないと。こてつ、誰か。こてつ来た。助けなんか来ねえぞ。え？こてつく、どうして？ちょっと助けてよ、早く。お前らさ、気に食わねえんだよ。お前らみたいなダッセー奴ら助けたら女子からモテモテになると思ってたのによ。なんでお前らが女子と遠足の班組むことになってんだよ。でもあれは偶然女の子もね、二人組だったから。うるせえ、黙れよ。お前らはな、遠足にでも行けずに体育館倉庫に閉じこもってたらいいんだよ。しばらく体育館使う授業も行事もねえからお前らずーっとここから出られないな。嘘でしょ。調子に乗ったのが悪いんだよ。ざまあ見やがれ。じゃあな。おい、ちょ待ってよ、こてつくん。おい、行っちゃった。こてつくん、どうしよう、お兄ちゃん。とりあえず大声出してさ、助けを呼ぶしかないよ。放課後だからさ、みんな帰っちゃう前に早くしないと。やだー、こんなとこにお兄ちゃんと二人きりなんて。やば、バナナ菌が。おい、お前まだそんな体に。なんでだよ。ちょ、呼んで、キャンタロ大声で。ガチで死にそうなやつじゃん。なんか、キャンタロ目の前。開けてくれた。大丈夫？助けてくれてありがとう。本当に助かったよ、ありがとう。じゃあ、これ、はい、どうぞ。よいしょ。なにこれ。あれ、これはさっきのこてつくんだ。ドア閉める瞬間のやつだ。そうだね、写真撮ってたの。そう、すぐ助けられなくてごめん。でも証拠残しといたから、これ使って先生とか校長とかもっと偉い人とかに渡していじめなくそう。ありがとう。でもなんで？そうだよ、なんでこんなこと。実は2人が転校してくる前まで私がいじめられてた。2人が来てからはいじめられなくはなったけど、やっぱり良くないからなんとかして助けたくて。そうだったんだ。よし、じゃあ健太郎、この証拠使ってからさ、絶対にいじめなくそう。うん、そうだな。まずは校長先生とかにさ、話してみようよ。そうだね。君、名前は？私、ジミコ。ジミコさん。ジミだからだ。そんなこと言うなって、目の前で。よし。じゃあ行こう、校長室。よし、行こう。ジミコ、一緒に行こうよ。行こう。じゃあこれお願いします。よいしょ。お願いします。よし、じゃあ。お前たち、ちゃんと対応するからな。ありがとうございます。失礼します。いやー、校長先生がちゃんと話聞いてくれる人でよかったよ。対応してくれるって言ってたし、よかったな。これで明日から安心して学校に通えるね。いや、証拠があって本当に助かったよ。ありがとう、ジミコちゃん。どういたしまして。でもよかった、本当に。それじゃあ私、こっちの方に家あるからまた明日ね。バイバイ。俺たちあっちだから。はーい、またねー。バイバイ。いやー、あの子のおかげでやっと楽しい学校生活送れそうだね。ね、だんだんと馴染んでいけたらいいけど。いやー、素敵な学園生活送るぜー。レッツゴー。よーし、ただいまー。ただいまー。お、パパ。けなすゆ、けな太郎、遅かったじゃないか。ん？遅かったって何？ああ、実はな、わし仕事が大失敗しちゃってクビになったんだよ。今日のうちに引っ越すから、また明日から転校だぞ。ちょっと、また転校。次はブラジルだ。次は海外だって。嘘だろ。やっと楽しい学校生活を送れると思ったのに。ブラジルついてきてくれる人はチャンネル登録と高評価してね。いねえだろう。お願いします。